皆さんどうもこんにちは。今ですね、日本シリーズ野球のその日本一を決めるこの試合が、福岡のペイペイドームで行われているのはご存知でしょうか。オレンジ色の服着ているんですが、僕ジャイアンツファンではありません。ご存知のようにタイガースファンなんですが、今、ソフトバンクホークスと、読売ジャイアンツが、日本一をかけた熱い戦いを先週の土曜日から繰り広げているわけなんですね。まず日本シリーズもずっと昔からある、この秋の時期恒例の、行事みたいなもんなんですが、日本シリーズは全部で7試合行われるうちの先に4試合に勝った方が、日本一になるというルールです。で、実は今もうソフトバンクホークスが、3連勝していて、今日の試合18時半から、福岡のペイペイドームで行われるんですが、勝つとですね、日本一なんです。で、実はもう本当にソフトバンク今強くてですね、福岡ドーム、ヤフードーム、ペイペイドームと名前それぞれ変わっているんですが、同じ球場です。実は2011年の11月20日に行われた日本シリーズ第7戦からですね、現在ホームグラウンドでは昨日まで17連勝なんです。それと、日本シリーズ、今ソフトバンクが2018年の、第3戦から、おととしの、日本シリーズ第3戦広島とやった試合からですね、なんと11連勝中なんですよ。もちろんこれ日本シリーズの、連勝記録を今更新中です。で、ちょっと視点を変えて、お金の話から見る、日本シリーズということでちょっとご案内させていただこうかと思いました。日本シリーズというのは今年に関しては、先週の土日と、今度の土日もし行われるんでしたら、読売ジャイアンツの本拠地は東京ドームなんですけど、実は東京ドームが都市対抗野球を開催する予定が先に入っちゃってて、これが使えないということで、大阪にございます京セラドームで読売ジャイアンツの主催ゲームは行われております。で、ただですね、この日本シリーズというのは、読売ジャイアンツ、ソフトバンクホークス、今回日本シリーズに出場しているこの2チームの主催ではないんですね。で、もともとこの時期に都市対抗野球が行われたりするのはこういった疫病騒動で、今年のプロ野球が6月の半ばに、開幕したからで、当初から3ヶ月遅れの予定で、始まったわけなんです。で、通常でしたらもちろん東京ドームでやるはずだったんですけど、それが今回都市対抗の方で、スケジュールを抑えられちゃったので、東京ドームが使えない大阪ドームで主催、ジャイアンツのその持ちゲームをやるということに今年はなっております。それでですね、日本シリーズがこの MPB 日本野球機構の主催で行われているということなので、例えば通常読売ジャイアンツの主催ゲームだったら東京ドームになるんですけど、そこの入場料とかジャイアンツのそのゲームというのは全部読売ジャイアンツにこのテレビの地上波で流す分の放映権料っていうのはもちろん主催チームの方に収入として入るんですが、日本シリーズはこの入場料も、対戦、この放映権料ですね、これも全部日本野球機構に入るようになっています。で、ただグッズの、例えばジャイアンツのメガホンとかハッピーとかホークスのそういったグッズの売り上げはもちろんそこの、チームに入るようになっているので、チームとしたら1試合でも多く自分の主催ゲームをしたいというのは間違いないと思います。それとですね、ちょっとここからがお話が変わってくるんですが、1試合目から4戦目、今日までの入場料の収入というのはもちろんこの MPB 日本野球機構に入るんですが、この入場料の収入から必要経費を除いた金額の、16.8% が日本一になったチーム、10.2% がこの日本一になれなかったチームに、分配されます。
で、そのお金を、まあ、選手、監督なりに、で、それぞれが分けると。で、大体一人頭300万ぐらいの金額のケースが多いようです。勝ったチームはですね。で、問題は5戦目から7戦目までの、こういった入場料と必要、放映権料ですね。これはすべて、日本野球機構に入ってくるようになってます。まあ、放映権料ももともと MPB 持ちなので、1戦目、今日までの入場料の収入というのは必要経費を除いた、この合計で 28% が、ジャイアンツとソフトバンクの、ね、選手に、監督なりに行くんですけど、それ以外は丸々この MPB に入る仕組みになっています。でですね、実はこの、今日、ソフトバンクの日本一が決まってしまうと、この日本野球機構のこの運営というのがかなり危ぶまれているようでございます。この疫病騒動の絡みでね、もう本当に漏れなくこういったエンターテインメントの業界というのは大ダメージを食らっているんですが、日本野球機構にとってもそれは例外ではございません。それと逆にですね、日テレがもうできれば今度の土日が、まあ、大阪ドーム、京セラドームで行われる予定になっているので、日テレがね、その土日のゴールデンタイムに、ジャイアンツが6戦目、7戦目まで行っちゃうと、放送しなければならないようなんですね。で、もう本当に東京に僕住んでいるんですけど、まあ、東京、まあ、関東を含めた東京の野球熱というのは本当にこう、びっくりするぐらい低くてですね、日本シリーズを中継しても先週の土日には視聴率 10% いかなかったというデータが出ております。で、逆にソフトバンクが本拠地のある福岡の方は、同じ中継をしても視聴率は 40% 近い数字が出たということでございました。おそらくね、福岡ですとか、広島、大阪、仙台、北海道、名古屋と、まあ、横浜もね、ベイスターズがあったりして、有局で中継があったりして、僕も隣が埼玉なんで、ライオンズの試合が埼玉のテレタマってとこでたまにあったりするんですけど、まあ、関東地区の野球熱っていうのは本当にこう、地方にお住まいの方だったらわからないぐらいね、こう低いんですよ。なので、日テレも、この下手に日本シリーズ土日に放映してしまうと、レギュラー番組で、高視聴率の番組がかなり潰れたり、特に嵐の番組が、日本シリーズ延長というか時間が伸びると最大で1時間、2時間近くこの延長するようにはしなきゃいけないらしいんで、それも潰れると。で、日テレさんは土日の視聴率を鑑みると、もうできれば今日明日で、日本シリーズソフトバンクに優勝してほしいというのが本音だそうです。で、本当に今ソフトバンクっていうチームが本当に今強くてですね、まあ、去年も4連勝、今年も今日勝ってしまうと4連勝。で、しかも、2011年からのソフトバンク福岡での、その本拠地での試合は18連勝ということになりますし、で、また日本シリーズだけで考えると、さっきも申し上げましたが、2018年の第3戦から、12連勝今日勝つとなるんですよ。で、僕も昔はソフトバンクの前身のさらに前身の南海フォークスっていう大阪のチームのファンだったんですね。で、僕が九州から大阪に出たと同時に、フォークスが大阪から福岡にこう行っちゃったんです。で、思い入れが強いチームだったので、南海ホークスから大英ホークスまではかなり応援してたんですけど、大英ホークスが、大英親会社がね、国営化されるみたいな不良債権かなり抱えて、ソフトバンクに身売りされた時に、僕ソフトバンクっていう会社があまり好きじゃなかったんで、ホークスのファンはそこの時点で辞めたんですけど、まあ今、携帯がソフトバンク使っている関係で、さほどそういったマイナスなイメージは飛んだんですけど、やっぱりそのオーナーの孫正義さんが
大変野球がお好きで、で野球がお好きで自分のチームをとにかく強くしたいと、まあそれだけで、まあ、あの裕福なお金をね、もう惜しみなくどんどんこのホークスにつぎ込んで、でなおかつですね、お金は出すけど口は出さないと、そういうね、態度をずーっと球団持ってから取られてます。で今実質王貞治さんがね、あのかなりの権限持っていらっしゃるようなんですが、あのお金を出しても口は出さないっていうこの姿勢で、まあ、ホークスがかなり強くなったのと、もう昔僕があの福岡に住んでいる時代、大分に住んでいる時代はちょうどライオンズがこの九州から抜けてホークスが来るまでの空白期間だったので、もうほとんど周りはジャイアンツファンだけだったんです。でそれが、まあ、ダイエーホークスからソフトバンクになって、福岡九州に地元に根付いたこの活動というか、そういったことをね、地道にやられた結果、まあ福岡のみならず九州の方から、皆様からね、多くの方に愛されるチームになったということは、これやっぱりソフトバンクのね、努力の賜物だと思うんです。なので、まあソフトバンクユーザーでもありますけど、まあできればあの、こういうね、あの、お金の話というか、お金絡みの問題はあるんですが、もう今日ね、ぶっちぎりでこの4連勝をしてですね、日本一になってほしいということで、動画を上げさせていただきました。今日18時30分から、福岡ドーム、名前が変わって今ペーペードームというね、おかしな名前にはなっているんですが、ぜひですね、野球もぜひご注目をいただければ、あの少し面白いこう世の中になるのかなと思っております。ということでありがとうございました。